皆さんこんにちは。雪の中ありがとうございます。今朝ですね、フェイスブック見てましたらですね、中野区の方がですね、ポスティングを終わったと、雪の中でポスティングをしたのは初めてだというふうに書いてました。これからね、凱旋に参加して応援すると、おそらくこの中にいらっしゃるんじゃないですか。本当にありがとうございます。鴨上さんはね、皆さんが苦労して応援するに値する人ですよ。私はそう信じますよ。昨日ですね、私の携帯にメールがありました。武蔵野市に住む女性の人ですけれども、武蔵野市ですね、三鷹駅前にですね、ツインタワーマンションというのが2つ、あのマンション、高いタワーマンションが2つあるようです。カンナウトの画像ですよ。ね、カンナウトのが、まあ、大して強くはないけれどもね、カンナウトの選挙区です。そのマンション600戸あるそうですよ、両方合わせると。その1000戸にですね、鴨上さんのチラシがポスティングされてたと、感動したというメールでした。本当にありがとうございます。政治家の資質というのはいろいろ言われてます。決断力とかね、洞察力とかですね、情熱とかいろいろ言われてます。しかし私が一番大事だと思うのはですね、愛国心じゃないですか。愛国心、この国が大好きだという気持ちじゃないですか。ラップグループのね、ラップグループの A.A. ライフというグループが歌ってるんですね。俺たちは右でも左でもないと、ただ日本が好きなだけと。俺たちは右でも左でもない、ただ日本が好きなだけと。その日本が大好きだという気持ちが一番大事なんじゃないですか。日本の国が大好きだ、日本人が大好きだと、日本民族が大好きだと、日本に誇りを感じると、そういう気持ちがないから、そういう気持ちがないから、拉致事件が起こっても何もできないじゃないか。そういうことじゃないですか。愛国心がないから、中国が尖閣に侵略してても何もしようとしないんじゃないか。誰も怒ろうとしないじゃないか。大事なのは愛国心じゃないか。4候補の中で愛国心が一番あるのが鴨上さんなんです。デビュー君がいつも言ってます。愛国心が一番あるのが鴨上さんなんですよ。鴨上さんは日本が大好きだ、日本はいい国だ、日本は侵略国家なんじゃないか、ない、日本民族は飾らなくても素晴らしい歴史を持ってるんだと言って解任されたんですよ。あの皆さん、あの永遠のゼロの百田さんが言ったじゃないですか。永遠のゼロの百田さんですよ。リスクを起こしてここに来て、この向こう側でも演説しましたよ。新宿でも演説しましたよ。有楽町でも演説しましたよ。やった直樹さん、なんて言った。鴨上さんの世界観、歴史観を尊敬すると、そう言ったんですよ。鴨上さんの歴史観とは何か、何ですか。皆さん、日本は素晴らしい国だということじゃないですか。デヴィ夫人が雨の日も雪の日も一緒になって歩いて言い続けてきてるのが、そういうことじゃないですか。日本は素晴らしい国だ、日本は誇りある歴史を持ってるんだということじゃないですか。取り戻そうじゃないですか。鴨上さんを土地切りして我々の誇りある日本を取り戻そうじゃないですか。自民党の支持者に最後に言いたい。自民党の支持者に、舛添さんじゃありませんよ、鴨上さんですよ。日本を愛して日本を取り戻そうっていうのは、舛添さんは悪いけれども、安倍さんの悪口ばっかり言ってたじゃないか。冗談じゃないよ。鴨上さんと一緒に日本を取り戻しましょう。頑張りましょう。まだ時間はあるんですよ。凱旋は午後の8時まで、夜8時まで。それから後に選挙に、違うのは選挙事務所からニコニコ動画で生中継をやります。今日いっぱい11時59分までやります。それから私が主催でツイッターデモもやります。皆さん頑張りましょう。